ゴリゴリしてますよ、ほんと。あ、いや、だったって。強ないですかね。うわぁ、痛い。じゃあ、炒めにしましょうか。寝落ちはよくするんですよ。あ、年で言えばね、足が冷たいかな。ちょっとむくんでますけど。タップで教えてください。うちは何色ですか。あ、ボガドじゃないですか。ボガド色。これです。さっき。痛くない感じの足つぼ。お、できるんですか。あるんですか。今さの神田の井上です。サカスです。痛くないっていうのは振りでしたみたいな、そんな顔じゃないです。何度も言いますけど、やっていきます。全く痛くない感じの。はい。何度も言いますけど、ね、僕痛いもの好きじゃないから。なるほど。あ、サーカスファンが痛い。もうすでに痛い。すでに痛い。もうあれですね、ゴリゴリ感がすごい。すでに痛い。全然8時間ぐらいやってられるぐらいの強さでやってます。全然力を入れてない。始まってます。あ、もう言わないから。ってことは痛くないってことですね。痛くないようにしてるんだ。そうですね。いいけど。もっと痛くない感じ。だいぶ痛いよ。ああ。薄い痛いね。ああ。痛いけどな。いや、ここでいいです。気持ちいい。でも全然、この間やった時に比べたら、半分以下の強さです。あ、いいですね。半分以下です。それでもやっぱり同じような効果はあるんですか？そうですね。あります、あります。痛いよ、痛いよ。普通にね、やったら。めちゃくちゃ痛いってことですね。そうですね、これで痛かった。うん。はい。じゃあまあ、肩。ね、私なんかこの動画多分面白くもなんともないですよ。おさんがおさんが足撫でてる。撫でてるだけ。何の需要もないだろう。ちょっとじゃあ痛めにしましょうか。我慢できるぐらいの、うん、叫ばない程度。叫ばない、そうです。叫ばないレベル。本当ゴリゴリしてますね。あ、痛かった。おお、あ、痛い。おお、肝臓と腎臓ですね。腎臓はやっぱ変わりますよね。変わりんぽ。むくみが本当すごいですね。右は気持ちよさ重視。右はどうでしょう。なくなりました？ゴリゴリ。そうですね。痛みはどうですか？まだ痛い。だいぶ楽になりましたよ。痛くなくていいのって痛くない方が違います。そうですね。僕も楽です。あ、違いますね。うん、違いやし。軽めにやっても、足つぼ痛くなくてもできますか。ちゃんと改善もしますか。でも、痛いの求めるよ。どうなん。痛求めてないよ。痛は求めてない。痛い方が効いてる気がしますよね。ちょっと強くないですか。ちょっと強ないですかね。全然、そのくらいゴリゴリを感じてる。感じますけど。頭からいきます。痛み持ちいいです。忘れた。ね。え。
不思議な不思議な首です。あ、こっちそうでもないのか。ないです。おぉ目は疲れるんですよ。交感神経がこう優位になってくると目と耳特に視覚と聴覚が過敏になってくる。あ、日本で痛くなってくる、ね、背中から甲状腺胃とか消化器系です。で、心臓いきます。おお、こっちに腎臓。おお、長くない腎臓長くないかなまた腸ですね。すっごく今いい気持ちで見えるなんで教えちゃう。小腸キレスティングを左もそうですね。なんか詰まってるというか膨らかいから痛みが強かったです。そうなんかこういう趣味なんだどうでしょうか。なんで痛いの。ゴリゴリ感がないからね。危ないけど痛いもん痛い。終わりました。優しめの君に対する感謝よりもいいのではないでしょうか。今日は足のむくみね、長そう足つぼを追加しましたが、痛くないバージョンいかがですか。物足りないですか。あれ今の一瞬で出ますそんなことありますか ついさっきまで会話してたのに、ね、うん。じゃあ寝てます。目で起こします。うわーいってうわーいってうわーいってうおはようございます。寝てた多分寝てました。そうね、寝てました。一瞬で落ちてました。あ、そんな感じですか。はい、急に喋らなくなっちゃったから。どうでしょうか。何がですか痛くないバージョン起き上がりましょう。痛くないバージョンは物足りない感じですね。いやいや気持ちよかったですだから多分ネタだと思う。あ、でもポカポカしてますね。すごい全然いけるじゃないですか痛くないバージョン痛くないバージョン希望する人いますか。いや、痛くない場所もいい調査方針まだ受けてないですその振りいらないです調査方針まだその振りいいですあやさんと豊沢市。あ、和田さんが、あやさんがいましたね。あやさんと豊沢市はまだない。あやさんがまだです。でも本当足がポカポカですよ。血色が良くなりました。うん、うん、流れてなかったら赤くなった。そうですよね。これいい。うん。これでいいですか。足はやると結構疲労物質が流れやすいというか、溜まるとか大体ます。疲労は結構一気に解消されるので、意外となんかだるいみたいな、でも足裏で楽にできる方も多いので。いやでも本当体も背中もね。
まあ、今ちょっと違和感がもちろんありますけど、重たい感じはほとんどないですし、足も暖かくなりましたし、またこれで今日も頑張ります。今日は夜グルコンなんでね、グループコンサルがあるんですけど、また喋りに頑張ります。ありがとうございます。一旦眠たくなりました。先日の後そうなんです。足はね、暖かくなると眠くなりますからね。寝た記憶ないけどね。多分あんな感じでいつも寝てるんだけど。寝落ち。というわけで今後もですね、こういった動画とか健康情報もお届けしていきますので、よろしければ評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。そんな急に寝落ちしました。瞬間的な会話してましたよね。ついさっきまで話してたのに急に返事がなくなっちゃったから。あれ？全然良くない。多分そういう感じでいつも寝てるんだと思います。